おさんラブレターありがとう。やめんやけど今日すごいんよ。今日レッスン5時間巻きだった。びっくり。今日本当はね9時ぐらいに終わる予定だったのに9時とかに終わったんですよ。すごくない？で家帰ってきてもうずっと寝てました。でまさとりやプレゼントありがとう。あ、お誕生日おめでとう。え、誕生日おめでとうってなんて言うんだろう。ハッピーバースデーアリマストリア。すごくない？優秀だった。私シンポジだったんですよ、地味に。今日もうでももうなんかみんなが周りがもうみんななんか経験ポジばっかでやべえと思って、なんかもうはい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 みたいな、なんかカウントで踊るけえ、私ちょ待てと思ったけど、ちょなんとか乗り切ってきた。いっちゃんレインボースターありがとう。びっくりした、今日なんかめっちゃ早くやる。え、ちょ待って思ったけど、あ、ちょっとちょっとシンポジじゃないんですよね。なんかフラワーフェスティバルあなくなっちゃったけど、それでもうでも全然本当全く記憶なくて、シンポジえ、ほんやったことあるっけ、ちょっと微妙なんですよね。うん、いっちゃん炎ありがとう。くまもありがとう。ちょ待ってみたいな。プレハラちょっと最近プレ事務所行ってないから、いつ行くかね、土曜日行くか見ます。天使の絵の具花束ありがとう。ウェマン結婚してやだ。ノブプレゼントありがとう。ユウゾウ結婚してやだ。拒否。私さっきフライドポテトリンコっていう名前がすごい、なんかどんだけ私フライドポテト好きなんだ感じ。いっちゃんわら羽生馬ラブレターありがとう。サルが結婚してやだ。でやよ受け入れません。つばさだよプレゼントありがとう。これ後ろに飾りたいんよね、かわいくない？ゆずりんエイコントマトポタイタンプレゼントありがとう。もうフライドポテトリンクを芸名にしようかなって、もう芸名にしようかなって思ってる。もうどうやってつけるんこれ、うん、どうやってつけるんこれ。全然つけ方分からん。ちゅうさんハートいっちゃんカモメありがとう。どうやってつけるん。カズナシンクバありがとう。グッチョブ太郎結婚してやだ。あ、タオのリアルカズナシンさん読みます。買ったんよ、ショールームに飾ったら可愛いかなって思って、でも付け方が分かりません。広島リトルウィングさんプレゼントありがとう。宮城ね、もう今日の広島がもうここは北海道かって感じだった。なんか雨が降っててザーザーだったんですよ、結構風もすごくて、もうここえここ北海道かなみたいな。みたいな感じで、あ、ここ北海道ですよねみたいな感じだった。読みます。カズノシンアットマーク来年もリンコ姫の王子でいたい。え、リアルお話し会ありがとう。タワー過去前の前ありがとう。この前のお話し会もありがとう。今日はリンコ姫だけだよって聞いて嬉しかった。そういえばお仕事でまた上の方のところに行けそうって言っとったね。エリート風の神忙しくても無理せんで、あとリンコのこと忘れんとってね。あと三両のアクスタポム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 にしてしまった。ごめん悩めろ。リンコより2022年12月の21日リンコよりカズノシンの一言。リンコ姫がいれば忙しさなんて吹っ飛ぶね。リンコの一言、お仕事の合間にいつも会いに来てくれるの感謝してるよ。ありがとう。いやこれ利子付きだからちょっと長めです。ありがとう。あとちょっとで生誕誕生日おめでとうタワーにたどり着けそうです。あ、ありがとう。
平和じゃけん。だって倒しだもん。歯車はもうそもそもないもん。アクスタのキャラはなんか選べたんですよ、あの来月にあるやつ。私は前メロ裏切ってポンポンプリンにしてしまいました、ごめんなさい。ありがとう。ありがとう。似顔絵まあ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 似ている。前メロ裏切った。ちょっとポンポンしようと思ってちょっとポンポンしてしまいました。ポンポンも好きなんですよね。お疲れ、スノードーム2個ありがとう。カムカムひろふみさんプレゼントありがとう。またショールームイベントやってるの。わあ死ぬ。よしプレゼント、クリアンコ結婚してありがとう。ちょっとさ今日さ顔がめちゃもう体調悪い人みたいな顔してないけど化粧がちょっとしてないから。スランプくんラブネタ、いっちゃんアイスありがとう。歯車もそもそもあの立候補者にいないのでもうへえへえってこうやってつけるんこれ。発送します。あありがとう、嬉しい。使うグッズ。あでも見てみんな見て、トローゲットした。ゲットした。歯車ぬいぐるみをゲットしました。イエーイ。可愛くない？これは歯車スタイルってあなんかサインになってて種類がある。これはノーマル歯車です。これさこれさサンリオのキャラクター事件。ゲットした。ほんまゲッマジレア、マジレア。これはもうコウタモロってない、これは自分でコウタネットであちょっとあったからええと思って入手した。なんかこれはもう私がロッカーいいねありがとう。吉崎フライドポテトリンクをめでるかい、かわいい、ありがとう。あったから、これプレハラじゃないです、これ私が買ってしまったのだ。いやー嬉しい。そうめっちゃ嬉しい。ゲットした。なんかもう今日発行するけんやだ。フライドポテトリンコ。誰？ハートありがとう。誰？え、そんな何やったっけ、そんなにかわいい。もちこには会えない。てかもちここんな大きいの仮面、結構でかい、結構大きめだから仮面じゃろ。買ったね自分への誕生日プレゼント。自分への誕生日プレゼントが、え、てかね聞いてみんな、私ねめっちゃね可愛いコートを見つけてしまったんですよ。これがこれがでね、ピンクのファーがついてて、ここにビジュビジュがついててめっちゃ可愛いやつ。え違う、メルカリじゃないよ、違うよ。まあ何かは言わんけど新品、ちゃんと新品だけど、なんかなんかん結構数年前のゲームセンターの景品みたいな感じで買った、うん、買ったんですよ。じゃ買った、違う違う違う、コートを見つけてしまってめっちゃ可愛い、なんかもうアイドルみたいな見つけて、え欲しいと思って値段を見たら4万5000円でした。無理。カジノシいいねありがとう。無理、めっちゃ可愛いよ、本当に可愛いと思って。でも二十歳のさ女の子ってさ服とか何円ぐらいかけとるんだろう、みんな。カズマシンプレゼント3個ありがとう。
4万5000円だった。やばと思って買えんわ。あ、何これ、どうやってつけるの。え、これどうやってやるんやろ。コート高いよね、思うわ。石油を習った、静の間に石油発掘したんサンタさんもお願いしたんよね。ない。でも港区の20代だったら買うんだろうな、4万5000円なんてすぐに。そう、でも4万5000円はちょっと。今日アイラインだけ引いてます。顔がもうやだ。でも、もう本当にめんどくさい、化粧するのが私一時期さ、もう配信は絶対化粧するって思ってたけど、最近めんどくさくなってやめた。何これ、え、無理。50万円のコート、もうそれレベチじゃん、レベチじゃん。なんだっけな、ちょっとね、めっちゃでも可愛くてね迷う。でも確かにいいものを買って、もう20年ぐらい作ってるのもあり。もう20年、私何歳、40歳でピンクのコートはきついかな迷う。何これ全然分からん無理、お菓子は我慢しやん。いやね、迷うわ。ウーマン結婚してやだやだ。クラウドファンディング、何じゃそりゃどうやってつけるの分からん。全然、今日友達から車もらったかわいい、ありがとう、よかったね いられる、あーもういやーもうダメ、無理。4万5000円あったらさ、お菓子何個買えるんって感じ。いい女性だからいいものがね、本当リンクアバターあった、おお、めでてめでて。年末ジャンボ、私ね、か、お、何、何回ね、あれ、お年玉じゃなくてなんだっけ、宝くじ買ったことない、人生で今まで一回も。マヨピー、まあ、ママのコートパチればいいかママのコートで似たようなコートがあったから、ちょっとパチろクソじゃがほんま。どう、あとあげるよ、私もポチ袋買ったけん3年もアイドル続けてくれてありがて自分でもびっくり、私3年もやってるんだって STU。 ようやったわちょっと化粧ポチ取ってくる。ようやったわ、私3年も STU おるんだもん、すごいわ。3年もアイドルでいるなんて、私すごいえ、すごいと思わん、私3年も辞めずにアイドルやってる、すごーいでも3年経ったけど、まだまだ新人の気分なんですよね。全然新人気分が抜けない。一生もう3年4年目って言ったらもうベテランアイドルの域なのに、全然まだ新人の気分。ベテランではないか、中堅ウエマ
して、やだ24日上がるわ。お年玉あげたいんですけど、どうしたらいいですか。お年玉、どうしようもない。振り入れも、いやでももう今日も、覚えらんない、もう偉いわ偉いわ。なんか最近アイドルになった感じで、全然まだ3年経ったっていう実感が本当になくて、お年玉もらいたい、あげんわあげんわ。安部さん、プレゼント10個ありがとう。キコリハートありがとう。なんかそう、かの子フリー、いや、え、でも振り入れって振り入れはまだしてないんですよね。やばいね、本番の2日前に振り入れって結構前代未聞じゃない、普通なんかな、それが結構私の中では前代未聞なんですよね。でもクリコンに、クリコンは結構なんか全員にスポットライトが当たる感じの構成だから、結構なんか全お客さんが満足できる内容かなって私は思う。大丈夫じゃないよ。大丈夫じゃないよ。カノシンかわいい、ありがとう。クリコン今週ですね、しかも土曜日ですね、はい。去年はまあなんかちょっと選抜メンバーがほとんどメインみたいな感じだったけど、今年は結構全員が全員なんか均等っていうか、均等に出番があって、みんながちゃんと目立てる感じの構成になってたからね、よかったなと思いました。私も審査員したい。懐かしい、重大発表とか、私さ今日昼寝でさ選抜落ちる夢見た。9枚目シングルで、もうやだ。なんかみんなクリコにあるって言っとる、なんかみんな言うんよ。えけさ、私全然ほんと何も知らんくてさ、なんか意識しとるけんか知らんけど、今日昼寝で選抜落ちする夢見てさ、もう泣いた。キコリラブレターありがとう。泣いた、私名前呼ばれんと思って、夢を見て。ちょっともうほんとに悩みました。迷うね、クリスマスの夜にちょっとやみたくないから。なんかみんな言ってるんで、メンバーみんな言っとる、絶対選抜発表やるだろうみたいな、みんな言ってるんですよ。でも本当何も知らない。でもさ、なさそうじゃない、私はないと思う。だってクリスマスに選抜発表なんてことをする。そんなのやだよ。シングル発表、なんか発売日発表だけはあるかなってワンチャン思うけど、選抜発表はないじゃろさすがに。ねえ、クリスマスにさやる、そんなんやだよ。しかも次の日お話し会じゃけんさ、なんか「やだよごめんね」とか言われるんじゃろ、そんなのやだ。そんなのやだ。そう、なんかシングル発表はワンチャン、アルバムね、アルバムとかシングル発表はなんかありそう。さすがに選抜発表はなさそう。つらいわ、見送りとかあるんか、つらいわそんな。もうどうしよう、ファンに号泣しちゃったら、もう本当にもう何ちゅう顔したらいいんじゃろ。なんだっけ、風はまず握手会で発表だったよね。でも最近は選抜発表はズームとか、ヘタレと独り言ズームで発表されて、それだからどうなんじゃろうね。無理、やだ、ちょっと次の日の話し会はやだ。嫌すぎる、また頑張ろうねみたいな言われて、もうそんなのやだ。そうね、ね、5周年コンサートそうだったね、ほんとだ、ほんとだ。
いやでも夢を見てしまったからもう今日私は、いや私全然名前呼ばれんじゃんみたいな、あれ私あれあれ私あれもう16人になる、あれ私の名前よっていう夢だけ見ちゃったんだよ。もうえしかもねそういう話を今日ねメンバーとしたんよ。もうそろそろありそうやねーって確かにって、で話をして話をしてもう3期生も入ってくるしねなかなか選抜入るの難しくなるよねーって話を今日したんですよそれの影響で多分そういう夢を見た。死刑もバラありがとう。えでもね8枚目シングルの選抜発表前も選抜落ちる夢を見たし PR 舞台の結果発表前にも私は PR 舞台落ちる夢を見たからこれは毎回落ちる夢、なんかそういう時期になると毎回落ちる夢を見るえそうよそういう話もするんですよやっぱりっていうね、まあ、アイドルって大変なんですよってことはってことはこれはいいってことかなって信じたいこれねこれで合ってると思う？絶対合ってない、なんかおかしくないいい傾向だと思う、信じるわ。えこれ絶対合ってない、えなんか変なんか変まあいっか。確かに宝くじ外れる夢見たらちょっといっぱい買おうわ夢に最近ポタク出てこんそうやっぱそういう時期になるとね夢見ちゃうんだよ、なんか意識してるからいやいやいや、えでも楽しみ普通に。振り込んで、うん、いやこれは本当微妙じゃない？わかんない。もう振り込んは振り込んで楽しむ。最近のエゴサ事情、最近でも全然たまに、めっちゃ暇な時にちょっとするぐらいかもしれない。3期生は多分何月だっけ、3月ぐらいに入ってくるから1月ぐらいやない、ショールーム、え分からんショールームあるじゃろう、やばい、今の時間化粧したらちょっと疑われちゃうんだった、忘れてた前髪切ってない、めっちゃ折れる今日、前結構短く切ったから。誕生日あおめでとう、たかしおめでとう、最近配信のポタクを監視しない、もうでもポタクっていうよりも普通にどんなここが入ってきてくれるんかなっていう意味でショールームを見たい今日はどの男、今日はどの男にしようかな今日はどれにしようかなみたいな笑これ入ってきてくれるよ、吉島結構可愛い子いっぱいおるよ多分ドラのファンリンゴにしようかなみたいな私はもう
もうね、私のこと愛してる人なんていっぱいいるんだから、もう人生イージーモードです。不自由してませんよ、だってここに私のこと大好きな人が集結してるじゃないですか。結構ね可愛い。でも今回ね、広島しか二次審査せんのんよね。岡山とかでもしたらいいのに。秋崎フライドポテトメダル会尊い、ありがとう。やんねえ、なんで広島だけなんだろう。とね、これ絶対合ってないけどもういいや。見て雑すぎる。もういいや。確かに、ちょっとうちね、兵庫とかでしたらさ、結構東京の子とかも来やすいのにね。大変、経費削減か、そっか。いや絶対な、うん、絶対これいやこれ絶対もう知らん、もう分からんやり方が、もういいやこれで。めっちゃ斜めってるし、もういい、もう、めっちゃ傾いてる、やだ、おお、はい、え、もういいやこれで、はい、おクリスマス感、クリスマス感が出た。おざ雑、まあいいや。え、なんかね、ようわからん、なんかやつが来てくれ。いや、服かわいい、ありがとう。今日の服はもう今日も全身プレゼントコーデです。DD48 プレゼントありがとう。これ安かったよ、シーンで何円ぐらい、200円か300円ぐらいで買った。ゆうぞんゆきパパプレゼントありがとう。まあね、そうだよね、フェスティーに入ったら広島に引っ越してこないといけないからね、大変だね。ポンピンプレゼントありがとう。じゃあ昨日パーカー中身だけ変わったもん。違うよこれはね、違うよ、島村じゃないよ。引っ越し大変だね。昨日のメガネどっか行きました。うん、もう寒すぎて斑点のあったかさに気づいてしまったんですよ。銀行おしめに、そんな子絶対おらん。自信ある、自分をおしめにする子なんて絶対ほら。うん、吉島引っ越し、わかるよ、だってね、だって学生の子とかは学校を辞めないといけないじゃん、多分すごいなって思う。学校を辞めて多分広島の学校に引っ越したりして、まあ、親元を離れてさ、大変だなって。結構2期生とかも何人かいたから、そういう子が本当にすごいなって。私はもう広島生まれだったから学校も変えなかったし、実家暮らしだからあれだったけど、でもやっぱ広島に引っ越してこない子はね、大変だなって思うね。そうすごいって考えたら大変だね、しかもあれね、家族ともね離れに行け、大変だほんと。ギオさんプレゼントありがとう。しかもね、あんまね最初のうちはね、なかなか、まあ、そんなにすごいね、うん、なんだろう、生活の方も大変かもしれないね。学校で STU バレバレすぎて、もう本当に大変だった。大変だ。とりあえず、まあ、親のとかと一緒に来てくれる子もいるかもしれないけど、大変だ。
ほんと取らんわえ、むしろ言われるの嫌でずっと黙ってたのにすぐバレたね。え、そうなんよね、そうなんよね。ガッポガッポガッポ稼げるとか稼いでないけんやめて、本当に稼いで稼いでないけん本当。いや、やっぱ最初のうちは大変だったけど今はもう ST 一本だからもうなんかできるけど、やっぱ学校と両立はね大変だね。うん、稼いでません私は本当に、もう常にお金欲しいなってもう口癖お金欲しいなだからもう朝起きてはお金欲しいなって思うしって言ってるし、夜寝る前はお金欲しいなって、ご飯食べる時もお金欲しいなちょっとお金欲しいなって言ってるからうん、宝くじ私絶対外れるもん。研究生ちゃんとか大変だなって思う。あの昼とかにめっちゃレッスン、なんか STU 他のグループなんか STU さ昼にレッスンするんよねえ、なんかさ私最初入った時さ STU 正直さなんか学校にさ時間に気遣ってさ夜にレッスンしてくれるんかなって思ってたんですけど、余裕でなんか平日の昼にめっちゃレッスンするけんさちょっとちょっと一瞬思ったんですよいややけんさちょっと研究生ちゃん大変だなって学校大変だなってめっちゃもういやわかんない、やけん学校を休まないといけないんですよ。だから勉強とかすごい大変だなってそうなんかめっちゃ ST 昼の平日の昼にめっちゃレッスンするんですよやって最初夜にする、なんかさドリーミングガールズとかさ学校終わってレッスンに行くみたいな歌詞があるけんさ、なんかあそういやそうだなって思ってたけど違かった現実は厳しい週何回とかでも決まってないレッスンは、もう多い時は毎日あるしない時は本当にないって感じです。夜はよ、人によるんじゃない？大変だね、大変だと思いながらちょっと私は見守ってますそうね、通信制とかにね、うん、大変だ本当に。でも私が入ったのもう17歳であと1年半ぐらい頑張ったら卒業できるって感じだったけん耐えたけど、多分こいつだったら無理だった気がするしかもね研究生ちゃんってさ今までのさ STU シングル全部覚えて STU48 とかもう全部覚えるんじゃろ偉い、偉すぎるもう私も最初そうだったけどさ偉すぎる、大変じゃん、大変すぎる。今までの STU の曲を全部覚えるんじゃろ、うわぁ大変だ、本当に大変。ちょっと今度差し入れを持っていこう、うん、偉い、すごいね本当に全部覚えるそうだ、私もう暗闇とかさなんじゃろペダルとかさ夢力とかなんかもう当たり前のように踊ってるけどさ、確かに夢力とか最初フリーズした時さ何このむずいダンスみたいな思ったもんな今はもう体が覚えてるけん踊れるけど私頑張った生歌なんかボイトレしてた研究生ちゃんすごいすごいわ自分すごいみんなすごいアイドルすげえ思い出してよかった、あ最近やってない、思い出してよかった忘れた2期だとタムキチ
あ、卒業しちゃったけど、タムキチがめっちゃダンス覚えるの早かった。私が一番遅かった私が一番遅くてめっちゃ懐かしいけど、あのお披露目のレッスンの時に私が一番ダンス、もうシティ48のこれなんかあるじゃん、さあ瀬戸内48すらなんかできんくて、吉崎さんちょっと頑張ろうねみたいなダンサー先生に言われて、はい、あ、ごめんなさいみたいな。タムすごかった、お疲れ、ケーキありがとう。タムに結構ダンス教えてもらってました。あのもうこれすらできんかった。そうレッスンで号泣、あのさやかりんと一緒に泣いてた懐かしい。一番最初のレッスン STU48 だったんですよね、振り入れがお披露目で、さやかりんと二人で泣いてました懐かしい、本当懐かしい、バリ懐いやけど、さやかりんと二人でレッスン終わったらね、レッスン場掃除するんですけど、みんなでその時に二人で泣いてましたバリ懐かしい、懐かしい。タメ吉が飛び抜けてめっちゃ上手だったね、うん、そう頑張って、すごい、うん、二人で掃除しながらで泣いとった、ほんと頑張った、せっかりも私も安部さん、レインボースターありがとう。加入前正直暗闇は知ってたけど、大好きな人シングル曲は知ってたけど、カップリングまでは知らなかったんですよね正直、うん、最近最近泣いてない、いやでもうんー、ちょっと前半年ぐらい前に公演終わりにめっちゃ怒られた時が、その時に泣いたのが最後ぐらい、半年前、1年、半年なんだっけ最後泣いたの、そうなんだっけ、最近はレッスンではあんまり泣かないけど、たまに公演終わった後めっちゃ怒られた時はめっちゃ泣く懐かしい、トイレでめっちゃ泣くって考えたら3年成長した最近は怒られるっていうより、なんかダンスの先生も私のこと分かってきてくれて、なんかこうしようねみたいに最近優しい言い方にしてくださってる先生が先生優しい、そうなんかね、一回めっちゃ怒られた時あったよ、僕隊の時にね、なんかね、めっちゃもうありえん怒られた時があって、もうダメみたいな、もうダメみたいな、吉崎はダメだみたいなダメ、本当にダメみたいな言われて、ふーってなった時があったで最近はダンスの先生が優しい言い方をしてくれるから泣いてないです、レッスンでは、うん、昨日は知らない、昨日はあれ花粉症だから声優ね、懐かしい、パワフルで嬉しい嬉しい、もうでも私ダンス下手だから全力差で乗り切ってるようなところはある先生ドラえもんじゃない、懐かしいな、そんな時もありました、うん、ダンスでも今でもね苦手ですよ、全然わかんない、覚えらんないダンスがすぐ忘れ、覚えた、あ覚えられたって思ってもすぐ1時間ぐらい経ったらすぐ忘れてる誰のセンスない、のにダンスやってんのダメ、なんか最近はなんかね、なんやっけ、こういう時に手を最後まで綺麗にしてって言われるけん、最近それを意識してやってる。私のダンスはパワフルだけどちょっと雑なところがあるらしいからそこを直せるように今はなるべく丁寧にやるようにしてるけど、1時間もう今日だ、何やったっけ今日忘れた、もう指先を最近は意識してます、なこういう時とかそうしなやかに意識してますね最近は知ってるな、
でもねダンスがねパンチがあるってめっちゃ褒めてくれるよね、ダンスの先生レジやったストレスは長いですね、久しぶりのあのコンサート前の長時間です。終わろうかな、そろそろ。表情管理表情管理レッスンの時、いやレッスンの時は履いてない、あのリハ前、リハの時は履いてるはい頑張ろうしたあーこれね、安野凛結婚してやだ配信終わりに一曲歌うようにしようかな。いいよ、私だってファン思いだから自分で言う。平吉ゆき、一緒にキラジャポテトリンクも出るかい、ファイト、ありがとう。え最高、やった、やろうじゃ。仙台公演嬉しい、私も楽しかった、え模索中です、もう何を頑張ればいいか分かんないから本当模索中、最近模索してますじゃあ第1回目、歌唱力はねちょっとねそうですね、私は歌唱力出る時あるのだろうか歌がとあんま下手くそだから人前でね歌えないんですよ、苦手なの、震える手が彩人かわいい、ありがとう。ツイッターね、ツイッターはほんとネタがないです、もうネタがないですいやーまあ歌唱力に関してはでも歌下手ですよ、私人前で歌えない、なんか一人でお風呂の中だったらめっちゃ熱唱できるけど、なんか人前じゃ歌えない、なんか無理ネタ切れ、明日何しようあと98年やった瀬戸内の魅力を考えないといけない。今日は兵庫県でした。和田アキ子さんは震えるの、戦場カラオケあれもう黒歴史じゃけんお風呂だったらもう会いたいのにみたいな、めっちゃシャンプーしながらYouTube でカラオケの流しながらもう会いたいのにーあーみたいな、めっちゃ熱唱できるのに人前だと本当に歌えないのよ、私苦手すぎる歌うのが確かに私ねバラード好きなんですよねうーん明日何にしようかな、魅力、ちなみに100日目にツイートする内容も決めてるんですよね、楽しみに。あご用心、あそっかご用心にしよう、今日ご用心歌います、だって歌えんかも歌えんかも、待ってご用心もう忘れたえなんかツアーのソロ夜風の仕業とかももうなんかあーみたいな感じでダンスの先生にリハずっと付き添ってもらって頑張って、あれだからあれじゃん、もうえご用心って何なんだっけ、もうあでも私折り目ねこんな真冬にサマータイムじゃあご用心、あーすいません折り面でしたえ待って、歌えるか、歌えんかも、え待って歌えるか、さすがにちょっと、ちょっとウィンタータイムじゃあ今日はご用心にしたいと思います。
あのね、元旦、あのクリスマスコンサートよりも私ね、あの花だれ公演元旦の方がね不安なんですよね、実は。いや、出たいかも、マジで。うん、だって花だれ公演さ3ヶ月、うわ、そっか、2ヶ月ぐらい出てない。あー、もうわか、わけわかめ。蹴り、どうやって蹴るんかじゃあ今日はご用心にしまーす。ちょ、下手かも、本当にわからん。え、花だれ公園ってね、なんかね、僕隊とかだったらさ、だってさ、僕隊ってさ、あの普段こう、あの PR 舞台とかさ、フェスでやらんじゃん。でも花だれ公園ってさ、結構フェスでいろんなポジションやったり、 PR 舞台もう わけわからなくなるんですよ、ペダルとか花だれ公園いつまでたっても覚えらんないんですよ、本当に。日替わり曲ね、確かに。いや、やばいわ混ざるんよ、花だれ公園ポジションが。なんか僕隊だったらやんないからもうできるんですけど、わかる？花だれ公園はもうポジションをがいっぱいやってる曲ばっかりだから、もう忘れるんですよ、本当に。そう、逆にむずいんですよね。花だれって STU がやったことある曲だから簡単でしょみたいなに思われがちだけど、私的には全然僕隊の方が簡単なんですよ。そう、無理。しかも花田、私全然なんだっけ、パセリとかサイアンも全然出てないって言った。2ヶ月ぶりって言ってて、覚えてるんって言ったら、ギリギリ覚えてるって言って、すごいってなった花だれのさ、16人バージョンのさ、立ち位置とか結構危うい振りは覚えてるけど、え、そうなんよ。もう一瞬のスリルとかが本当に分からん。PR ビデオって全部逆なんですよ。うーん、やばいわ。そうよ。1月8日も出ます。花だれ。久しぶりの2公演。はぁ。ちょっと、今はでもクリコン頑張る。じゃあ、夏の好きはご用事歌います。いや、待って、フェアフェア、最初英語なんだっけ。ちょっと待って待って、だ無理、待って、ダンス何、待って、わかんない、本当に頑張ります。はい、行きます。どうやったっけ。サマータイム、あ、難しい。サマーラブ、幻想、どうする、まるで子猫ちゃんみたいにしゃがんでこっちを見てるけど、きっと呼んでも来ないんだろう、なんか懐かなそうで、あー懐かしい。話したって関わったってあー面倒だ、それでも気になってしまう、なぜか無視できないんだ。ディスティスティディラ、まさかこねて恋かなかな、そんなわけない、やめてくれ。夏の好きはご用心、ただの蜃気楼、暑さに棒となった、さあ隠さ、いつもならば冷静に判断できるのに、ギラギラと照りつける太陽に誘われて、あれなんだか変、サマーブリーズ、あれ、どうやったんす、サマーチャンス、想像、これからずっと前から気になっていた存在感半端ねえ、だけど気軽に手を出しちゃったんだ、絶対後には引けねえ、君が近づく僕も近づく、あー危険、理想のタイプと違う違う、手には負え
君さ、付き合ったことがないだからこそ、そう余計に余計になんかビビッと来ちゃったよ。不意のキスは意味不明、気づいたらしてた、どっちの方からしたか覚えてない。なんかハートはぶつかってハートしたんだよ。ちゃんと準備してたら完璧にしたのに、ああポンコツだね。理屈じゃない、もっと本能的な、目に見えないフェロモンってやつ、やられたらしい、ノックアウトさ、僕は無抵抗でしかない。夏の月はご用心ただの蜃気楼、暑さにぼーっとなった三角さ、いつもならば冷静に判断できるのに、ギラギラと照りつける太陽に誘われて、あれなんだか変、サマーキスメモリーズロマンスいっぱい、好き。私意外とダンス覚えてたありがとう、あ、いっぱいミラーボールありがとうございます。意外と覚えてた、私私意外と覚えてた、ありがとう、ありがとうございました意外と覚えてた、意外と覚えてたあ、折り目になったえ、私体が意外と覚えてたちょっとごめん、ゲストやりますね、ちょっとどこまで読んだか忘れちゃったえ、どこまで読んだっけ、どこまで読んだっけ、ちょっとわかんないどこまで読んだっけ。誘導ケーターミラーボール山猫坊主雪風の神六花いっちゃんミラーボールグチブ太郎音符キサッシーさんミラーボール安部さん音符マックさん、いっちゃん、くもはん、いっちゃん、とうくん、ミラーボール、よしっこ結婚して、やだ、ロック拍手ありがとう。多分ごめん、全部読めてないか、え、ちょ、体が覚えてるかもしれない、喋る時より可愛いか、ほんと私アイドルじゃんアイドルだよ。え、覚えてた、体がダンス、え、覚えてた、すごい。サマーキースメモリーズロマンスってこうだ、間違えた、ロマンスだ、え、意外と覚えてました体が。じゃあ意外と体が覚えてたアイドルですってことで今日は夏の好きはご用心でした。スランプ全然まだスランプじゃけんスランプよ、もうダメよ私、もうスランプじゃっけ今、優しく扱ってみんなちゃんと、え、無理じゃん、もうほらハンドレバー、やばいよ何よ、おじ、うんえ、スランプやっけ、優しくして本当に、え、ほんと絶好調になりたい無理、もう無理、足上げれん、もう体硬い。じゃ終わりますね、壇上を読みますね。このしかも私家用のモコモコ靴下でレッスン行ってるっていう、はい、優しく、私の心はガラスなので優しくしてくださいやります。13位、
何これ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 土下座してる何これありがとう何これ土下座してるありがとう12あれ12吉崎フライドポテトリンゴをめでる会誰やありがとう。そして11位タクありがとう。今来たうまい10位ポンピンありがとう。9位さゆっちょありがとう。何位まで8位ゆうぞうクリコンでリンコリンコするの楽しみすぎてハゲそうありがとうハゲて。7位かいちゃんありがとう。6位カズノシン世界一かわいい吉崎フライドポテトリンク姫なんでそれ長い。そして5位ジョンカニイカありがとう。4位ドンアトマーク台湾シェシェイ。3位ヤスベありがとう。2位お疲れ今夜もリンコがかわいいありがとう。そして1位いっちゃんアトマークパセリンコでした。おめでとう。じゃあ終わります。明日も配信は私毎日アイドル地味に毎日アイドルしてる。やめ時がわからんくなってきたなんかすごい今日フライドポテトが大量発生してたどれっけ結構やってない？1週間やってる気がする。すごい毎日アイドル。まあいいや。うん9日もやってる。あ9日すごい。まあ毎日アイドルはしませんけどじゃあ終わり。あ毎日アイドル専門会っていうね。終わります。おやすみなさい。毎日アイドルしません毎日アイドルはじゃあおやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。